日清ン作業唄とは、北海道の日本海沿岸に伝わる民謡である。江戸時代後期から昭和時代中期まで流星を極めた日清漁に従事する出化石の漁師たちが仲間の結束を固め作業の嘘を晴らす中で自然に生まれた民謡である。北前船の乗組員や東北地方からの出化石漁師が持ち込んだ東北民謡をもとにした作業唄で、 漁の流れに沿って四部構成を取る。なお、ニシン馬作業歌の一節、起き上げ温度が洗練されたものが、北海道民用として、有名な、双乱武士である。ニシン魚場経営者の大邸宅、ニシン五天、ニシン五天内部、ヤン州の居住区かつて、北海道の日本海沿岸では、春になれば、ニシンが産卵のために大群となって押し寄せてきた。メスが卵を産み、オスが、 一斉に放製するため、沿岸から数キロの海面は白く染まるほどだったという。この豊かな水産資源を求め、蝦夷地でも日本海沿岸は、早くから和人が進出した。記録の上では、文安4年に、道の区国の馬之助なる者が、正木軍、白府村で行った漁を、和人による二神漁の講師とするが、憲法4年回帰と伝えられる餌市長。 ウバガミ大神宮の創建伝承にもある通り、古くから和人が来日して、ニシンに従事していたことは、疑いない。しかしその当時のニシンは、なの自分を見計らって、沖にこぎ出し、シナノキの皮から取った繊維で編んだ、タモモウで救い取るようなごく簡素なものだった。時代が下って、遠方元年には、越後国の者が朝で編んだ差し網を、マサ藩内に持ち込んでの商売を始め、 防衛年間には大型の網の使用も広まり始めた。和人そのものの活動範囲も広がり、完成年間には北海道北端の宗谷やラフ太南部にまで和人の漁場が開かれた。天明3年にエサ市を訪れた気候家ヘズツ東作が表した旅行機ドンズー機によれば、エサ市の町は諸国からの出稼ぎ漁師や日清製品の売買で喧騒を極め、 一般の出稼ぎ者でも数ヶ月の働きで12、13巻、目端の効くものは30、40両を稼ぎ上げていたという。18世紀以降は内地において、みかんや藍、綿など商品作物の栽培が広まり、肥料としての効果が高い金越えが求められていた。星化の値段が高騰するとともに、ニシンから魚油を絞り出した際に残る絞りカス、ニシンカスが、 肥料として注目されることになる。二芯カスの需要増大を受けて、二芯漁も改良が加えられ、安永年間頃には、くなし島やアッケシ、あっけさらに、阿波しなど、オホーツク海沿岸で、地引き網を使用した大規模な漁が始まり、文政元年頃から、日本海沿岸のオタルや余市付近で、ザル網が導入される。差し網による漁では一漁期に30国程度だった。 漁獲港はザルモの使用で180国に跳ね上がる。しかしザルモは創業時に騒音を発する欠点があったため文化年間から高化年間にかけて雪平モが使用されるようになる。雪平モは騒音を発する欠点もなく性能に優れていたため幕末まで全道的に広まりさらに明治中期に各モが導入された。 各網はもともと鮭の量に使用する網だが、入り口が狭く、一度内部に侵入した魚を逃しにくい利点がある。そのため柴叩く間に普及し、明治32年には、全道の縦網利件数約6000頭のうち、4000頭以上が各網で占められていた。一方、大網を用いて大量に捕獲したニシンを陸上に運搬する方法にも工夫が加えられた。 まず海洋4年、シャコタン半島尾国で使用され始めたのが袋網で、ある。これは、長さ8件、口の周囲5件で40国のニシンを入れることができ、獲物を一時的に海中に沈めて保存し、檻を見て陸まで運ぶ際に用いられた。しかし海中に沈めたままにされた袋網は、海流で流され海底で擦れて破れる恐れがある。そこで、安政3年、 古ルビラ群々ライソンの秋元金四郎が浮きを兼ねた丸太の枠に網を吊り下げた枠網を開発し、翌年には道村の白岩八左衛門が網袋を船に直接吊り下げ、船付き輪まで漕いで運ぶ方法を考案した。こうして、ニシンが250から300石が入る枠網を取り付けた運搬用の船、枠船が開発された。雪平網や、 核網に追い込んだニシンをそのまま海上で枠網に落とし込み、これを幾度も繰り返して枠網を魚で満たす。枠網を吊り下げた枠船が波静かな場所まで移動したところで、ニシン運搬専用の船、組船が次々と漕ぎ寄せては、網内部のニシンを組み出し、船着き場まで運んで陸揚げする。巨具や巨峰の改良が繰り重ねられた結果、明治。 大正期には一箇所の漁場における数ヶ月の創業で400国から3000国の漁獲を誇るようになった。一連のニシンの漁期を塩サム中と呼ぶ。塩サム中は毎年3月から5月の短期間ながら膨大な労働力を必要とし、当時の北海道の人口ではとてもまかないきれないため、漁期には北海道内はもとより東北地方各地より出稼ぎ労働者が、 北海道西海岸に集結した。すでに、江戸期から数万人の労働者が、江戸地へ、二進稼ぎに渡っていたが、東北地方に大打撃を与えた。天保の基金以降は一層顕著となり、明治初期で5、6万人、さらに北海道開拓が本格化した、明治20年で10万人近くに上った。大正十四年の調査では、二進労働者、約六万五千人の内訳は、 地元3割、道内2割、道外5割となる。そのうち道外者は、青森県出身者が最も多く、ついで秋田県や岩手県などの東北各地である。彼ら出稼ぎ労働者のうち男性は、宿い、あるいは、ヤン州と呼ばれていた。ヤンの語は、アイヌ語で、北海道島を意味する、ヤウンモシリに由来するとも、アビキリョウを意味する、ヤアシに由来するとも言う。 しかし、ヤン州には俗語めいたニュアンスが伴うため、魚場の親方は彼らを年齢にかかわらず、若い種と呼んでいた。これは17、8歳の少年でも、60歳、近い老魚夫でも同様である。一方、女性の出稼ぎ者は、オロロンと呼ばれた。彼女たちは、陸上での二神運搬や二つ潰しに従事したが、実直な手仕事に耐えられず、 ヤン州相手の売春に勝てを求める者も,も少なからずいた。彼女たちにおばの勝負は7連と呼ばれた。勝負を一回買う相場が磨きにし七連だったことが名の由来である。前年の秋に終戦屋と契約を結んだ出稼ぎ漁師たちは年明けて3月中旬になれば簡単なヤグと自前の食料、あるいは 南部せんべいや干し柿など親方への土産物を手にして、日清魚売と向かい、宿舎を兼ねた親方の大邸宅、西神御殿に集結する。網子合わせと呼ばれる大量願いを兼ねた顔合わせの、宿宴を催した後は、両への臨戦体制として、除雪作業や漁具の整備、あるいは二神活製造用の焚き木の確保に奔走する。3月下旬。 ちょうど悲願の中日頃の大安吉日を選んで、網下ろしが取り行われる。親方や先導が神棚に拍手を打って、放浪祈願をした後、漁夫一同に規則と各自の役割を申し渡す。以降はブレイで飲み交わし、ニシン作業を歌に合わせて、親方や先導、さらに地域の顔役などを胴上げして、大量を祈る。やがて4月になれば、裏裏に、 日清の群れが集団で押し寄せ、産卵、縫製のために海面が白く染まる、現象、軍来の知らせが届き始める。江戸期の日清漁では、資源保護のため軍来を実際に見極めた上で漁を始めたが、明治以降は、周辺海域の軍来情報から予測を立てて、あらかじめ網を仕掛け、日清を待ち構えた。以降、出稼ぎ者は一日につき7、8号の割合で、 あてがわれる豊富な白米飯と焼き魚の代償として、船漕ぎに網を越し、二芯運搬、二芯加工と、あらゆる肉体労働に邁進した。一連の二芯漁が終了するのは5月下旬である。今期の漁で破損した漁具を陸揚げして修理するほか、漁業は腐敗を防ぐため染料と共に煮沸する。あと、片付けを済ませた上で、顎分別れと呼ばれる、解散の縁を催す。 雇い漁師には規定の報酬とともに、91と呼ばれるボーナス。さらに土産物の星数の子や、磨き日芯が支給された。平均的な出稼ぎ者の報酬は、米1票が3円だった。明治30年代で30から40円。91は30円余りである。一連の漁期が一段落した5月の北海道西海岸は、日芯製品の売買や積み出し、 帰郷前に、歓楽街へ繰り出す漁師たちの喧騒で、江戸にもないと称されるほどの賑わいに包まれた。縦網一枚を運営する組織単位を、党と呼ぶ。二親漁の親方が一が党を運営するには三十人。あまりの漁夫が必要であり、縦網五が党を構える大家の旦那ともなれば、数百人の山衆を抱えることになる。大勢の雇い人たちをまとめ上げ、 さらに辛い肉体労働を要領よくこなし、仕事のうさを晴らさせるには、歌による結束が不可欠である。二神馬作業歌はその中で自然発生的に生まれた。逆に言えば、二神馬作業歌の成立年代は、二神量の規模が大型化し、多数のヤン州を抱えるようになった、近世末期以降と考えられる。出稼ぎ漁師が出身地の民謡や流行歌を、 巨場の仕事の中で歌い上げ、作業歌の原型を作る。後に、騒乱武士として編集された、置き上げ音度は、青森県の平治町周辺の、に上げきやり歌から変化したとされる。国学院大学民族歌謡文学の須藤、豊彦によれば、江戸時代中期の船歌と呼ばれる儀礼の歌や、俗謡集、この儀集に、沖のカゴメに、という一節に告示した歌詞があり。 船乗りが北海道に伝えたという。網起こし温度のうち、霧製、木有と呼ばれる部分は、伊勢神宮の仙宮に関わる行事、沖への際に歌われる木有歌が、北前船で持ち込まれたものと考えられる。北前船の航路に当たる石川県の都半島の民謡、小柱おこし温度の林言葉は、網起こし温度の旋律に似ている。家族を故郷に残し、 一人異響で働く漁師たちは、仕事の愚痴や男女の中をネタに、新たな歌詞を作っては歌い上げ、仕事を終えて故郷に戻った後は、地元でニシンバ作業歌を広めた。かつて北海道に大量のヤン州を送り込んだ、青森県の刑事庁や八戸市には、ヤン州によって持ち帰られたニシンバ作業歌が伝承されている。ニシンバ作業歌は、ニシンの水揚げ作業の段階に伴い、 船漕ぎ、温度、網起こし、温度、起き上げ温度、小叩き温度の四部から構成されている。以下、明治、大正時代の二進漁の手順に従って書く、歌を解説する。二進漁に使われる船は、ほず船、三半船と呼ばれる全長十三メートルほどの手漕ぎの和船である。船の左右に、長さ三メートルの貝が合計で八から六丁、共に一丁の炉が取り付けられ、 海に、漁夫一人が取り付いて船を漕ぎ進める。網を仕掛けるため、あるいは軍来の知らせを受けて漁場に繰り出す漁師たちが、船漕ぎの調子を整えるため歌われた歌が船、漕ぎ音頭である。先導や音の鳥の刃声に続いて、漕ぎ手全員が下声で答える形式を取る。以下は、小樽市郊外、おしょろの例。河川は、漕ぎ手の下声以下、繰り返し漁場までの行き帰り。 あるいは速度変更、航路変更など様々な場面に応じ、掛け声を使い分ける。車庫コ半島東岸、車庫コ町長の吉に集落では、一般的な船漕ぎの際は、大志向を用いたが、状況に応じて、以下の掛け声を用いた。一般的な船漕ぎでも、逆走でも、温度取りの羽えに、漕ぎ手が清掃で答える景色は、全動的に変わりがない。 時に、先導は、ほら道中は長いぞ、ほらは回主が揃った、今日は日も良し、雇いのボンダであ、ほらこれさえ済めば、ほら初長お釈でなどと即興で歌詞を作って、歌い上げる。焦げ行が1時間以上にも及ぶ際は、船板を踏み鳴らしては気合を入れ、あるいはわざと歌詞を上長に歌い上げることで小ぎ手に、休息の隙を与える。の語尾と下声の語頭が重なり合って、 微妙な和音が作り出され、ニシン魚場独特の空気を醸し出す。海岸から数キロの沖合に仕掛けられた網の左右には、漁夫たちが乗る枠船とおこし船が陣取り、ニシンが乗る瞬間を待ち構える。ニシンの群来は俗に、ニシン曇りと呼ばれる気温が高い洞天の日の夜半が多いため、漁夫は、むしろ屋根を仕掛けた船に乗り込み、道の間に据えられた炉の火で体を温めつつ、 徹夜で海を見張り続ける。やがて海面に気泡が立ち、魚林が光るなどの兆しの末に、ニシンが押し寄せる。海岸に沿って泳ぐ群れは、沿岸から沖へと伸びる障壁、手網に遮られ、続々と網の中心部、未網に乗り込んでいく。気配を察した先導が、のだ。と号令をかけるや、漁夫一同は、臨戦態勢に入る。網の口から伸びる、サーリートを。 指の股に挟んだ扇動は糸にぶつかる、日清の感触で乗り込んだ量を伺う。人力で引き上げられ、なおかつ網が破れない程度に、日清が追い込まれたと判断すれば、起こせ。と号令して即座に枠船側で、網の口を閉じさせ、起こし船側で一斉に、網起こしにかかる。十数人がかりで縦網を引き上げ、枠船に取り付けられた、運搬専用の網。 枠毛の中に膨大な量のニシンを追い込んでいく。この作業の中で歌われたのが網起こし温度である。以下は小樽塩所炉の例。河川は小木手の下越え単調な旋律で始まり、網が徐々に引き上げられ、ニシンが網の片側に集められるにつれ掛け声も変わる。1時間以上も網起こし作業を続ければ、ニシンは網の中心部分にまで追い込まれていく。 その重量が人力では持て余すまでに至ると、掛け声は、霧声あるいは、木ありと呼ばれる、最大限に、気合のこもった合唱に至る。掛け声を清唱しつつ、網を引き上げる恐怖たちは、温度取りが歌う歌詞の部分で小休止して、息を整える。そして次の掛け声の部分で再度渾身の力を、振るって、縦網を引き上げることを繰り返し、縦網に満ちる二心を、 枠網の中に落とし込んでいく。三百石の溶石がある枠網を満たすには、どんなに大量でも六、七回の網起こし作業を必要とした。網起こし作業が一段落した後、二シで満ちた枠網を海中に吊るした枠船は、陸に近く並み穏やかな場所まで漕ぎ進む。陸からは十人ほどが乗り込んだ二シ運搬専用の船、急船が往来し、枠網内の二シを 直径1メートル、深さ2メートルは、ある巨大な、タモモウですくい上げ、急戦内部に移し替える。タモモウの溶石は400キログラムにも及ぶため、周囲のものが、アンバイ棒と呼ばれる二股の棒で、タモモウの柄を支え、ヤシャバリと呼ばれる、長さ1メートルほどの木製の針で網を引き上げて、補佐する。この置き上げ作業の中で歌われるのが、置き上げ温度である。 一段の中で特に腕力が優れた若者が、タモモウの柄を握り、枠毛に突き入れる。タモが二シで満ちるまでの間、周囲の漁夫は、ヤシャワリや、アンバイ棒で船板を打って調子を取りつつ、騒乱、騒乱と生やし立てる。現在、北海道民謡として洗練された、騒乱節では、騒乱の掛け声は5回か6回の繰り返しなが、起き上げ温度では、二シが満ちるまでは、 幾度も繰り返した。タモモが満たされたところで温度取りが歌詞を歌い上げ、その間に一同が小休止する。そして、ヤサの声を合図にしてやシャバリで一気にタモモを引き上げ、どっこいしょの声と共に急船にニシンをぶちまける。タモ内部のニシンが一度で落ちなければ、やはり幾度でも、どっこいしょを繰り返す。起き上げ作業を三十分。急線の積載量は十国程度ゆえ、 枠もいっぱ杯三百石のシンを処理するには二十。往復は必要であり、文字通り不眠不休の重労働である。揺れ動く船の上での単調な肉体労働は、疲れと眠気を誘う。4月の北海道の海は冷たく、海に転落すれば、命に関わりかねない。そのため、温度取りは、わざとおどけた内容、あるいは卑猥な内容の歌詞を歌い上げ、漁夫の目を覚まさせ、笑いを誘う。 以下は、ひわいな歌しの一例である。漁場によっては、歌の温度取りのみを担当する、ハオエ先導が船に乗り込み、作業中に、あらゆる歌を繰り出しては、漁夫の統制を図っていた。ハオエ先導は、網起こしなどの肉体労働には関わらない立場ながら、報酬は高く、一般漁夫の給金が一漁期で30円だった時代に50円を稼ぎ上げた。 その代わり、美声で歌唱力に優れ、なおかつ即興で歌詞を作り出しては歌い上げる才能が要求される。以降は、陸上の作業に移る。船着き場に横付けされた、急戦の二芯をポンタモと呼ばれる小型のタモですくい上げ、運搬係が背負う木製の背負い箱、もっこに移す。もっこ背負いは、港と廊下を往復し、二芯運びに邁進する。 旧船一艘に積まれる日清は、容積は、溶石2 0ラムの木戸で120から130杯分となり、木戸背負い20人が休まず運んでも1時間は、要する。つまり300石の枠毛を満たす二シをすべて、陸揚げするには、丸2日かかるわけである。そのため枠網に、3枚が満杯になるような大量の檻は、漁夫や雇いの女衆。 さらに近在の女子供までが出面に雇われ、食事は握り飯の歩き食いで済ませながら不眠不休で、もっこ背負いに従事した。もっこ背負いの報酬は、もらいもっこと呼ばれる二神元物支給で支払われる。沖き行きの漁夫が一日7、8もっこ、もっこ背負い専門の男子が6もっこ、飯炊きや二神ぶしの女衆が4もっこなのに対し、置き上げで、たももを操る、たも立ては、 重労働の見返りとして9、10目個ももらえた。廊下に蓄えられた生ニシンは少量を生で出荷するほかは、すべて磨きニシンやニシンカスに加工して本州方面に出荷する。一連のニシン漁に使用された網には追い込まれたニシンが生んだ大量の魚卵がこびりついている。そのまま放置すれば乾燥して固まり、網の水切れを悪くして漁の妨げになってしまう。 そのために、両ごとに網を陸上に上げ、十数人がかりで広げて、竹の棒で打ち、卵をふるい落とさなくてはならない。この作業の折に歌われたのが、小叩き大型まである。元歌は、青森県民用のアジガサアジンクだと考えられる。現在では、林言葉にちなみ、イヤサカ音土とも呼ばれている。 男女共同で行う陸上の安全な作業ゆえ、仕事歌として歌われること多き温度は洗練された上品な歌詞が多い。明治30年には97万5千トンの漁獲口を誇り、近代の北海道経済と西日本の農業を担った日清だが、昭和30年代を境にして漁獲量が激減する。その理由については、森林破壊、海流、海水温の変化、 乱獲など様々な説があるが、決定的なものはない。二ン漁が廃れ、漁村が過疎の波に飲まれる中で二ン場作業歌が、歌われる場も失われた。2000年代以降、北海道日本海沿岸では、二ンの漁獲量が回復しつつあるが、漁の機械化や雇用形態の変化を経た現在、二ン漁の場で歌われることはない。しかし、 日清馬作業歌から生まれた双乱説は北海道の代表的な民謡として全国的に留布しているほか、かつて日清の戦国場所として栄えた小樽市、おしょろや車庫丹町、さらに多くのヤン州を輩出した青森県のヘジ町などでは郷土芸能として日清馬作業歌が伝承されている。エサ市町ウバ神大神宮で毎年夏に取り行われるウバ神大神宮と祭では、 ダシの引き出が辻辻でニシン・バ作業歌の網を越し温度、霧性を成唱する。さらに近年ではニシン・バ作業歌をモチーフにした新たな楽曲が発表されている。作曲家の寺島陸也は、北海道東部、オホーツク海沿岸の門別市に伝わるニシン・バ作業歌をもとに、男性合唱のためのオホーツクスケッチを作曲し、松下港は日本海側、 小樽塩シオョロの日清馬作業歌をもとに、混成合唱曲、日本の仕事歌を作曲した。ありがとうございます。